オルズベック、ナザロフ、オルズベック・ナザロフは、キルギス共和国、カント出身の多軸人のプロボクサー。元 WBA 世界ライト級王者。1989年秋、ユーリ・アルバチャコフ等と共に、ソ連から来日。競泳ボクシングジムに、スカウトされた6人のアマチュアエリートボクサーの一人であった。1990年2月1日、フッシー・ナザロフの、リングネームで、プロデビュー。 西沢誠を初回小勝ち。1991年4月22日、6戦目で日本ライト級王座を獲得。同王座は2度防衛後に返上した。1992年5月11日、12戦目でオペブフ東洋太平洋ライト級王座を獲得。世界挑戦準備のため1993年9月に王座を返上するまで5度の防衛に成功。 1993年10月21日、18戦目で世界王座初挑戦。敵地南アフリカに渡り、WBA 世界ライト級王ジャディンガントベラニ挑トム。4回にプロ初のダウンを奪われるも、10回にダウンを奪い返すなど、猛反撃を展開。12回判定勝ちを収め、無敗のまま世界王座を獲得した。トベラとは、 翌1994年3月19日の初防衛戦で再戦し、この時も12回判定勝ちを収めた。その後、本人の強い希望により、リングネームを本名オルズベック・ナザロフに改める。1995年5月15日の3度目の防衛戦からは3戦連続で日本国内で試合を行うが、海外出身の輸入ボクサーであるがゆえ、 同時期の国内の現役世界王者と比べて知名度は格段に低かった。そのため、試合でも監修をあまり多く集められず、ファイトマネーも安い状態であった。こうした背景から、1996年4月15日の5度目の防衛成功後は試合すらできない状況に陥る。競泳ジムと交渉の末、同年12月、同ジムを離れ、 フランスに拠点を移すことを正式に決定。1997年5月10日、フランス遺跡初戦。1年1ヶ月ぶりの試合であったが、長期間のブランクを感じさせずレバンダー・ジョンソンに7回、TKO 勝ち。6度目の大座防衛に成功。その後、ノンタイトル戦を2度行い、いずれも勝利。1998年5月16日、7度目の防衛戦。 ジャンバチストメンディの挑戦を受け、12回判定負け。4年半あまり放置してきた世界王座を手放し、結局この試合を最後に現役を引退した。ありがとうございます。